こんにちは、レブ前橋の大輝です。田中です。くさんです。今日はですね、もう今日来たばっかりのゴーヘンプのヘンプジャムシリーズざっくり紹介バージョンです。はい。1、ヘンプコットンのウェザークロス、コットン 85%、ヘンプ 15% で高密度、ナイロンみたいだけど天然素材 100% でヘンプ特有の吸水速乾性と清涼感が魅力。長い。おなるほどね。そう、これが、まあ、ウェザークロスって言って、うん、もともとなんか分業とかに使われてたコットンとポリエステルが、まあ、35-65っていう、もともとはもともとで、それを超高密度に折って、こうウェザーっていうんで、あの雨とかでもあんまりこう入ってこない、だから64みたいな。ああ、なるほどね、うん、それを今回はゴーヘンプがヘンプとコットンで、まあ、ヘンプが 15% とかなんですけど、高密度に折ってますと。そう、だから結構すごい張りはあるんですけど、ちょっとね、河川っぽい雰囲気、少し、うん、ナイロンっぽい。この間の逆バージョンじゃないじゃん、これ、うん、で、この間は、うん、ポリだった、うん、ヘンプポリで、うん、コットン風、今度はコットンヘンプで河川風、うん、あ、確かになんか面白い河川風か。で、結構このシリーズがもう 何回4回、うん、毎年そうだね。もうかなりご好評いただいてるシリーズなんですけど、うん、まあ、こういうね、ちょっとこう夏でも全然 OK な涼感、はいはい、清涼感がある、うんうん、涼しい。ヘンプなんで乾きやすいし、うん、生地も薄い気がする、うん、そう、なんかね、あ、だから最初2年前ぐらいのもうちょっと暑かったよね。なんかね、もうちょっと暑かった気がしますよね、うん、すごい染めの具合なのか、なんかね、うん、すごい感じの生地です。2、カラビナやマジックテープ、ウエストのイージー仕様などの細かな配慮で快適設計です。これがパンツの話かな。そう、パンツとかもなんだけど、まあ、こっちも、うん、なんかアイテムによってちょっと違うんですけど、はいはい、例えばこの、まあ、僕が履いてる、うん、これ新型なんですけどね、うん、このテーパードパンツだと、うん、ウエストがこういう感じですね。キュッてやるタイプ、はい、結構簡単なタイプですね。そう、この間のと違って、そうか、違うのかな、ちょっと違う、バチッとだったり、後ろにカラビナがこうついてたり、うん、お、ショーツに、ショーツはこの後ろがね、本当だ、ショーツのポケットでベリッと、なんかこれいいじゃん。そう、あとちょっとループがついてたり、こぼれない感じで。で、ウエストは、まあ、外側で縛ってもいいし、ここはこういうこう抜けるので内側で縛っても OK な仕様になってます。ベストとかはかなり、それ面白いね、かなり、うん、これも最初のシーズンから出てたけど、なんかいろいろ詰まってるんで、これはちょっと、まあ、ベストの紹介動画を撮るときにでも、うん、やろうかな。なんかすごいいろいろついてる、うん、ポケット多いですよね、でもね、実はそう、ポケット多い。そうだからね、ウエストがこう楽だったり、なんかつけられたりとか、いろいろとこう便利な仕様になってます、うん、はい、3、テーパードのくぶ丈パンツ、ちょっとワイドなショートパンツ、さまざまな場面で活躍するベストの3型を展開します。この3型です。テーパードね、大輝さんはくぶ丈、うん、今僕が履いてるのが、うん、使いやすそう、結構綺麗なテーパードのくぶ丈、うん、あとショーツ、そうそう、はい、大きめなんですか、これちょっと、あ、これ今草が履いてる、うん、ワイドか、いわゆるバギーズパンツ、うん、と、うん、でこれがあれば着るとセットアップになるようなね、うん、同じ生地か、そうだね、こういう感じの三型展開で、おしゃれやな、キャンプっぽいね、まあ、まだおしゃれにキャンプ、まだこの動画を公開する頃にまだ
ネットショップで販売開始できてるかどうかね、わかんないんですけど。そうね、ちょっと今届いたばっかりで、急いで俺写真撮んないと、はい、頑張りましょう。さっきね、届いたからこれからまた福さんに写真撮ってもらって、はい、で俺が文章を測って、うん、文章を書いて、サイズ測って、うん、お客さんに買っていただいて、田中さんが発送する、はい、そう、そういうことですね。その流れでレープ動いてますちょっとね、タイムラグがあると思うんですけど、お楽しみにお待ちいただけたら、はい、急ぎます。明日ぐらいにさせていただいて、そうだねあといつも見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。コメントとグッドボタン、あとチャンネル登録もぜひお願いします。お願いします。